はいいさん、マイドマイドーはい、ロットが、ま、お巻くのが遅い人にね共通して言えるのはねまずね早く巻こうと思って1本巻くのにねたくさん取る人ね横幅が広い人ねこういう人意外と遅いんだよ横幅広く取ってねこれこの細いやつでこれだったらまあ巻けるけどこれをさまあ無理にまあこれこんなのピンクで巻けるよとか言ってピンクかなんかでもね巻くとね結構巻きにくかったりするんだよね。 まあこのぐらいだったらいいよ、意外とあの後ろの絶壁あたりなんか結構横幅広く取れるのよ、で、ちょっとでも早く巻こうと思ってね、もうでしかも YS コームのこの幅の長いやつ使って、うん、ほんでもうちょっと広く取ると、まあちょっと広く取るとね、あ巻きづらいんで、意外と巻きづらいんで、そんでもって、ここがこういうふうになってるんでしょ、これ無理にゴムかけんでしょと言ってんで。 横幅広く巻いた人のはで,で自分なんかやっぱりこのぐらいだったらもう本当にもう狭く人間の頭を巻く時は本当にもうロット幅により1センチぐらい狭く気持ちはねあ1センチまでいってないかこれでロット幅適切だよねちょっと狭めに取ると取った方が適切なんだよね意外とみんなね広めに取ってね、うん、でしかも広めだったらだけだったらいいよ、うん、まあこのぐらいね ちょっとこれが余る指で巻く分持ってる分内側に毛が束が入るように巻くのがコツだよね。まあ、こんなんだったらかわいいもんなのよ。でみんなの場合はさは手が遅いからってさしかもたくさん取るっつの毛束をほんでもって横幅広く、うん、で,でもって横幅広く、うん、横幅広くでしかもさこのロットじゃなくてこっちのねロットねちょっと短いやつねこれでね こいんで巻くと巻きづらいんでほらもう指が当たっちゃうでしょ毛束がこうやってどんどん寄ってきてもう,もう巻きずれってられはしないんだよほんでもってこれ無理にかけんでちょっと痛いんでお客さんが痛いってゴムかけた方に痛いって言うんだよでまだこれぐらいの太さだけどねでもっと細いやつ白かなんかをねちょっと広めにね まあ黄色でもいいよ、早く巻こうと思ってね、スライス幅、あの毛束の量早く取って、細めで巻きゃ早くなるだろうと思ってね、これ黄色かなんかの、いやも巻きづらい巻きだよ、巻きづらいとやっぱり指に力が入っちゃうんだよね、指に力が入ると、どん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 手,手返し悪くなってきて、遅くなっちゃうからね。でもって、こう、変なぐじゃぐじゃっとこうな,なっちゃってね、こういうとこがね、で,でも忙しいと、このまま輪ゴムかけちゃいってってね、こんなになってかけてるんでしょ、みんな輪ゴムかって、で、痛いって言われてさ。 で特につむじあ辺りね。つむじあたりっていうのは髪の毛が放射状に開いてるから本当にもう1センチぐらい狭くしにかないと巻きづらいからねこうやってやっても放射状になってから毛がこっちにみんなこうやってっやってるんでこっちはつむじのあ辺りでこっちこういうふにならないからねからそれでか時は本当に狭く本当にちょろっとね真ん中にだけ巻いときゃいいやって感じ早く巻こうと思ってね毛束の量をたくさん取る人は本当にね まあこれだったらいいよこんなのさこれでさ細いんでね毛束の量たくさん取るとね巻きづらい巻きづらいってのは指に力が入っちゃうどうしてもねそうするとぎこちない動きになって遅くなってしまうとの早く巻こうと思ったら手返しよく早く巻こうと思ったら狭め狭め薄めちょっと薄めねで襟足の方は厚めでいいんだけどね特に何回も言ってるけどこれ細いので巻く時ね細いのでこれこれで巻く時ねこれで巻く時ねこのロット幅に取るなんつってね こんななロット幅だからもうちょっと取るようだね。ねえ、襟足の短いやつをさ、ロット幅で取るんだっ,つって、こんなに長く、こんなに取っちゃったらさ、負けないよ、これ。どんなに頑張って、自分でも負けない。うん、自分でも負けない。てあのー、うまく負けない人の見ると、あのー、自分でも負けないもん、あのー。こうやって、もう本当にこうなっちゃうと、もう巻きづらい、巻きづらい。ね。まあ、こういうやは本当にね。 本当にこの6割ぐらい5割6割でいいの毛束の量はあの横幅の量はそして巻きづらい巻きづらいねこれがねできない人が多い意外となんでってなんで毛束の量減らせないのって、ね、余裕を持って巻くとあの指に力が入らず一本巻くのが早いんだよね目が点になることなくねこれでもちょっと多いよね これはもうゴロゴロしちゃっていからねこれもっとスライス薄くしなきゃダメだけどねとにかくあのー、まず間違いねほんと美容業の間違いロット幅に取れこれ間違いただ絶壁でまっ平らなの人後ろその時そういう時はちょっとっ広めに取んないと巻きづらいかね本当に こ,ういうこのゆりやろって意外と指は滑らなくて巻きやすいんだけど働きっつうのは本当真ん中へのこのぐらいしかないからねから毛束の量もそれに合わせて少しだけに取ってちょっと毛先に流れちゃったけどまあいいやねこのぐらいすると巻きやすいね、まあ、指でしっかり持てるしね端っこしっかり持てるでしょここしっかり持てるでしょね巻きやすい大体いい、ま、うまく巻けない人の傾向は広い厚い、うん、太め <laughs> 適切よりちょっと太めで巻くと本当に巻きにくい自分なんかパッパッパッと巻くのはやっぱり狭め薄め襟足はちょっと厚くするけどねで手返しよくやってるのこれはコツだよねはいはい皆さん毎度毎度スライスの幅ね横幅は本当に皆さんね広いんだよ狭く巻きなっつってもね負けねえんであるねあっ何で サラ,サ,ラサラって力入れねえでスライスの厚みだけど薄めって言ってるけど髪の毛少ない人は厚めにしなきゃダメよあと襟足なんか髪の毛が多いんだけど細いので巻く時ねスライスの横幅を狭くするからその分ちょっと厚めにしないと巻きづらいんだけどその厚めっていうとまあほんとみんな分厚く飛んだ襟足なんか、まあ、ちょっと厚めなんだよ襟足なんかはなあの巻くのが遅い方の特徴ね ロッド幅を超えてるととかかそれギリギリリちょっと広め長めっていうのかで厚さもちょっと厚かったりね巻いてる人はその広めとか厚めに対してね意識がないと思う適当に取ってると思うやっぱねこうやって言ってもねまあお山の大将でねお店の中でいい気になってねのんべんたららりと巻いてる人はねスライス幅厚いこと。 なあ横幅が広いことそれすら気づかないで無理やり巻いてんじゃねえかな結局もう自分しか知らないわけだから、まあ、そんなもんだろうと思って巻いてるで世間を知らないとね本当に女の先生かなんかの昔のねパーマを生きてきた先生の巻き方見るとね40面引っさげてさトロ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 巻いてるとねそういう先生にね足踏まれるよ遅いってんで下手したらもう巻かないでいいって言われちゃうよ、うん、手叩かれてどけって言われちゃうもう邪魔だから <laughs> やっぱりワインディングもね、早く巻くにはコツがあるしね、負けないのにもね、原因があるんだよ。自分なんかそれほど運動神経が良い方じゃないからね、それでもこのレベルまでは負けるんだから、やっぱりコツなんだよね。コツっていうのをよく理解してないとね、やっぱり早く負けないよね。はい、お疲れ様でした。